はい、では花束を作っていきたいと思います。まず最初にもう先ほどの第1章でね、こうガーベラを枝を全部分けて、下の葉っぱを取る処理をしました。取る茎をこのようなパーツにしていきます。次にこのドラセナを1枚ずつこのように全部バラバラに切り分けます。今回はもう全部バラバラに切り分けちゃいます。こういう状態ですね。そしたらこの中で、まあ、3枚ぐらいちょっと切れそうなのを残して、あとのドラスナはすべてこのように巻いてホチキスで留めます。もうどんどん巻いてホチキスで留めます。次にですね、このビラフラワーもこう枝を全部こう切り分けて、もう全てもうこのぐらいの細かいパーツにしていきます。いいですか。はい、これで準備が全部整いました。ではここから花束を作っていきます。ちょっと手元アップでいきましょうか。まずガーベラを持ちます。はい、もうね、短いブーケを作るんで、このガーベラもある程度短くカットしちゃいましょう。そしたらこう丸めた葉っぱですね、さっきのドラスナをこうガーベラの下にこう当てていきます。こう2個ぐらい当てたらガーベラをこの葉っぱの上に乗せるようにこのように持ちます。そうするともう葉っぱがあるので、これ以上ガーベラ同士がくっつかないんですね。もうさっきの何もない状態だともうガーベラがベタッとくっついちゃうんです。それを防ぎます。また丸めたドラスナをここに持ちますね。はい、そしたらここでこのトルコキキョウをここでこのようにドラスナの横に配置していきます。このように配置していきますね。そしたらこの反対側にもトルコキキョウを配置していきます。はい、でこれをねこう繰り返します。はい、そしたらここでまたドラサナの葉っぱをこのトルコキキョウの下にかませますね。いいですか。はい、はい、今度はまたガーベラを配置よくこう一番綺麗に見えるところにこう配置していきますね。そしたらここでフィラーフラワーを少し入れていきましょう。まあこう見てね、ちょっと丸くなるような感じで入れていきましょう。はい、そしたらここでトルコキキョウをまた追加していきます。はい、したらここでフィラーフラワーをまた追加していきましょう。はいこれで、まあ、お花はこう一通り入りましたね。ここで先ほど伸ばしておいたドラスナですね、これを持ってこのように握り込みます。わかりますか。このように握り込みます。花束が出来上がりました。まあ、あとつぼみ、トルコのつぼみなんかも可愛いので、後からまあこういうところにね少し追加していくと、こう非常にこう可愛いライトグリーンのポイントができていきますね。はい、こちらで
花束が完成です。はい、こちらで花束完成しました。これね、グリーンを使わないと全部ベタッとくっついちゃうんです、花がね。ただグリーンを使うとこのように花がくっつかないんですね。ここがポイントなんです。ぜひこのように作ってみてください。もうこれだったらもうお客さん多分大満足だと思います。ぜひこう花がねベタベタくっついちゃうのはあなたの腕が悪いんじゃなくてグリーンを使ってないからなんです。だからここをしっかりと勉強してやってみてください。ではちょっと下をカットして結束して正面から見てみましょう。はい、こちらの花束はいかがだったでしょうか。こういうね、可愛くて素敵な花束を作るにはグリーンを使わないとできないです。なのでぜひね、お客様にガーベラとトルコキキョウとかで花束を作ってほしいって言われたらグリーンをおすすめして作ってみてください。そうするとより素晴らしい花束がねできるようになります。そうするとね、もう本当プロに近づけるようになりますので、ぜひ入れたお花屋さんに入れたてのあなた、そのように練習をしてみてください。はい、もっとね、あなたはスキルアップをしたいという方は全国に N フラワーがありますので N フラワーでレッスンを受けてみてください。また近くに N フラワーがないという方は、通信講座も、あなたは通信講座というのがありますので、そちらでもものすごくこう上手くなることができます。なのでぜひそちらを受講してみてください。ではですね、また次回花束アレンジメントなどレッスンをしていきたいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time。本当にみんながね、素敵なブーケを作れるようになることを願ってます。